東京専門学校の校舎と学生たち、東京専門学校は、1882年、大隈重信により、東京府に設立された、私立学校。この項目では1902年に、東京専門学校から解消し、1904年以降、専門学校令に準拠した早稲田大学についても、扱う。年期の大隈重信、現在の早稲田大学の、源流は、 佐賀藩の藩校であった、行動館、蘭学寮、遅延館など様々な説があるが、直接の前身は、大隈重信を中心に、小野あずさら、旧東京大学出身者らが結成した、かもめ、わたのメンバーの支援を受けて設立された、東京専門学校である、イギリス流政治学の教育に重点を置き、東京大学のように、ドイツ流の方学を中心とする学問体系と異なり、 政治学と経済学の融合を施行した政治経済学の構築を目指した。そのため、法学部が文系学部の中心学部であることが多い、他の大学と異なり、政治経済学部が現在もなお、早稲田大学の看板学部、中心学部となっている。また、当時のいわゆる五大法律学校の一つに数えられたが、他の私立法律学校と異なり理学科 英学科を併設するなど、総合教育への志向が見られた。なお、東京専門学校の設立に先行して、大阪専門学校、石川県専門学校が設立されているが、東京専門学校を含め、これらの専門学校とは、一般的な高等教育機関の意であり、その後制定された専門学校令に準拠する旧制専門学校とは、制度的に異なる。 東京専門学校は、設立時においては教育令に基づく学校である。小野梓明治14年の政変によりゲ野した大隈重信は、河野戸釜、小野梓ずらと共に、立憲改新党を決闘したら、慶応義塾出身者らも呼びつけ登用した。大隈重信が呼びつけた旧東京大学出身者で、将来有望な幹部候補の卵たちで結成されたカモメ、かも 渡来の支援を受け、やがて樹立されるであろう。立憲政治の指導的人材の要請を主たる目的として学校の設立を構想した。なお、それ以前にアメリカ留学で理学を学んだ娘婿の大熊、秀でが理学の学校の創立を大熊に進めていたが、理学家は学生が集まらず早々に廃止された。 大熊秀馬が大熊重信に持ちかけた学校開設の構想は翌1882年に具体化し9月には政治を改良しその法律を前進することを標榜した東京専門学校の開設が公表された初期東京専門学校の学生と教員東京専門学校の入学試験は1882年10月11日から行われ 大熊重信も試験を視察するほどの熱の入れようであったという。10月21日午後1時、開校式は新築の行動で挙行された。開校時校舎として使われていた洋館作りのグリーンハウスは、まだ明治大学記念館や慶応義塾旧図書館が建造される以前から存在し、バンカラな工風とは対照的にモダンな雰囲気があり、 東京専門学校の象徴的な建物であった。大熊は、学校と立憲改進党との関係について、疑念を持たれることを恐れたためか、開校式に姿を見せなかったが、来賓として、モース、富山正一、菊池大六、福沢諭吉、河野戸釜、前島ひそかなどの著名人が参列した。式の冒頭で、校長、大熊秀丸が開校の死を朗読。 天野ためゆきの演説、鳴島流北の祝辞に続いて、小野あずさが演壇に立ち、学問の独立を高らかに宣言した。一国の独立は、国民の独立に基づき、国民の独立は、その精神。しこうして、国民精神の独立は実に、学問の独立によるものであるから、その国を独立せしめんと欲せば、必ずまずその精神を独立せしめざるを得ず。 しかしてその精神を独立せしめんと欲せば、必ずまずその学問を独立せしめなければならぬ。これ自然の理であって、勢いの赴むくところである。開校時は78名だった。学生数は年末までに152名となり、講師には鴨目メ渡来メンバーに加えて、田中立愛吉と石川千代松が迎えられ、翌年には坪内雄三も加わった。設立当初は、 政治経済学、法律学、英学、理学の4学科が設置され、後に、坪内ウ商用を中心に、日本最初の純粋な文学研究学科として、文学科も設置された。しかし、官学中心主義を取る政府は、東京専門学校が学問の独立を謳っていたにもかかわらず、大熊が設立に関与していたことから、これを改新統計の学校とみなし、私立校への判事。 検事及び大学教授の出向禁止措置など、様々な妨害や圧迫を加えた。また、自由民権運動と政治運動を寄付とし、文部省の文部大書記官、辻真次、小書記官、穂住信繁の巡視を受け、眼下できない落書きが校内にあった、と賛議に報告されている。しばらくの間、東京専門学校は、講師の確保にも急する状態が続き、一時は同じく、 英法系で、新設のイギリス法律学校との合併話が持ち上がるほどであった。しかし、第1回卒業式には、来賓として、鍋島直明辻真嗣富山昭一、福沢幸吉、中村正直穂保住信重北畠春婦佐、中島久下と、杉浦茂武、野村文夫、尾崎幸寄ら各界の名士数十人が数えられて、 開校式の大きさに匹敵する盛大さがあった。また、第1回衆議院議員総選挙に当選した、学園関係議員には、高田さなえ、天野ためゆきなどのほか、犬飼い武史や関直彦、藤田も吉などもいた。大正初期の早稲田大学東京専門学校は、明治時代に創立した私立の法律学校のうち、東京府下に所在し、 特に教育水準が高く特別許認可を受けた後、大法律学校の一つであった。八百八十六年に、私立法律学校特別監督上記により、帝国大学総長の監督下となった、帝国大学特別監督学校の五校のうちの一校である。明治三十年代以降、学校の運営はようやく安定を迎えてその定裁を、次第に整え、大学昇格を展望して、 組織を改変し、1902年9月に、早稲田大学への解消が認可された。東京専門学校を大学組織にした主意は、いさむエて一躍現在の大学のごとくしようとしたのではなく、当時の教育事情に鑑み、中学卒業生を収容し、それに簡易な大学教育を施さんとするにあった。当時中学を卒業しても、大学の数が若いため、 前進することができなかったのが、教育界の一欠点であったので、それを補足線とするのが一の目的であった。それをなすには、従来のごとく、法語のみで教えることを、主とせず、外国語も併用し、余暇を設けて、大学に入るの改定を作る必要があった。ただし、定大の余暇の参加年を、流しとして一年半の余暇を設け、なるべく短期に、 高等の学問を収めしめ、関節大学の不足に対して手伝いをなさんとするが、趣旨であった。市島県吉、開古録中央公論者、279ページただし、この時点では、早稲田大学は、制度上の大学ではなく、その後、1904年4月に、専門学校令に準拠する高等教育機関となり、1920年2月5日、大学令による大学となった。 総大創立30周年祝典の見物客で、にぎわう横門前以下、明治23年10月東京牛込早稲田市立、東京専門学校、早稲田大学百年史による、高田さなやまのためゆきつぼうち商用一島、元吉帯成宿、早稲田のコーチは、大隈重信が千が1882年3月に、 相良豪像と山本二郎兵衛の両人から買い取った土地の一部を借用する形で始まった。東京専門学校開校の当時は、校門の前は満木水田で、界隈の二十歳は南洋が畑であった。この地の付近には種樹の戸籍があって、芭蕉案もあれば、道館の山吹の里もあり、堀部安兵衛の復旧の遺跡もあり、都県を聞く風流地とも言われたが、和瀬田という地名は、 一向に知られず、わずか、須田町の青物市場が、描画のために築ったくらいに過ぎなかった。市島県吉、回顧録中央講論者、259ページ、早稲田大学と解消した後も、周辺の田園風景はしばらく残存していたようで、石橋丹山も当時の情景を次のように改装している。その頃の早稲田大学の周辺は、どんな状況であったかというに、 すでに鶴巻町通りは、古本やミルクホール、その他の商店が軒を並べて、新たな大学街として繁栄していた。しかしその鶴巻町も、大学の方から向かって、左側は、ちょっと裏に入ると、いわゆる早稲田田,田んぼで、目白台まで水田が続き、その中に新たにできた道路に沿って、点々と、下宿屋などが建っているのに過ぎなかった。昔は瀬田は、 病画畑が多いことで有名だったそうだが、その名残も明治36年頃にはまだ見られた。石橋丹山、丹山階層岩波文庫、50ページなお、江戸時代には、現在の早稲田キャンパスの大部分が、天台周標戦寺の寺廟であったと伝えられている。また9号館のあたりには、1963年まで移転前の水稲荷神社が所在していた。 1910年の早稲田大学東京専門学校開校時の敷地は約1500坪で現在の早稲田キャンパス専門の南半分と2号館が収まる程度に過ぎなかった。その後、早稲田大学への移行を目指して高知の拡張が行われ、1902年には戸塚グラウンドが開設された。さらに明治末から大正初頭の第二企画張により、 現在の東門から西門に至るラインまで広がった。1916年頃には飛び地となっていた戸塚グラウンドと大学キャンパスの間の敷地を買収し、現在の早稲田キャンパスの主要な輪郭がほぼ完成した。自転項目単行書学校関係者の回装録。ありがとうございます。